高橋由一チャンネル。菅総理が辞意を表明した時から株式市場が値上がりして高値をつけましたが、どうしてですかっていう質問。これは質問としては答えとしては簡単だと思うんだけど、はい、要は株式市場っていうのは先の成り行きなり方向を見て反応するってことなのね、はいはい、これで菅総理が辞めた、はい、でこれだからマスコミ的に書くとね、はい、ダメな総理が辞めたから良かったというふうに書くかもしれないけど、普通に考えると実はダメな総理辞めて誰が来るかってだけの問題なんだけど、株式市場が先見てすごく嫌なパターンっていうのは、はい、政局があったり、うん、政権交代があったりするって予想になるともうダメなんだよ、はい、要するに読めないから。政権交代があるってガラッと変わるかもしれないでしょ、はいはい、読めなくなるって一番困るんだよ。これは今の段階で総選挙したら、はい、でこのまま9月17日に自民党告示、はい、それからあと29日に投開票、はい、それでその後すぐ、まあ、解散総選挙が出てきるよね、はいはいはい、読みやすいんだよ。これで今のパターンでいったら菅さんが辞める、はい、そうすると新しい総裁が出てくる、はいはい、でも立民の支持 7% 以下だから、はい、政権交代はないって、うん、こんなに読みやすいのないだ。へー。だから菅さんがいて親身なる政策が出てくる、かつ一番嫌な政権交代で読みにくいっていう状態じゃない、うん、要するに自民党のまま新しいのが出てくる、うん、そういうパターンだから、はい、もう株は買う買いになっちゃって。あ、そうだって政権交代がないから読みやすいじゃない。へー。そんな楽だよ。そうなんです、うん、いやなんか岸田さんの可能性が高くなると増税しそうだからみたいな感じにはならない。でも政権交代とかあるから読みやすいから。あ、そういうことなんですね、うん、総裁選の時にね、はい、政策って結構修練していくんだよ、はい、読みやすいんだよ、全然もう真逆のなんてほとんどなくて、大体議論していくと真ん中に結構寄ってくるから読みやすくなるんだよ。そうすると最後ぐらいになるとどれがなっても大きな差はないって読めるんだよ、うん、かつその政権交代はないって読めるから、はい、だからこれ読みやすいんだよ。はい、うん、それでね、その自民党の総裁選やってる時にいろんな政策論争していくよね、はいはい、そうすると金額は膨らみがちになるんだよ。あ、負けないように言うからってことなんですか。そうそうそう。それで、あと、これで、10月に、はい、国会開く、ね。はい。で、首班指名の後に多分すぐ解散やるけど、はい、補正予算は審議しないんだよね。はい。補正予算やんないでやった方が、自民党有利だから、はい。はい。そうすると補正予算後になるでしょ。うん。政策の結果が補正予算に反映されるってパターンで、うん、普通は補正予算作ってからそれ言うんだけど、うん、補正予算先に作ると財務省の支部賃がいろいろやるから、それも支部賃もなくなりがちなんだよ。そうか、あとで。それ言って選挙通ったから、財務省も従わざるを得ない。そうそう。だから、先にやらせると、支部賃予算に出てくる可能性が結構高いんだけど、それも、後になるって読めるから、そうするとこれは政治家が言ったのそのまんまになる可能性が高くなるんだよ。なるほど。どうなると買いになるんだよ。へぇ、大きめの夢のある話になる。はい、で、政治家は自民党総裁やるでしょ、はい、それとあと衆議院選もやるでしょ、はいはいはい、ただ今ちょっと候補の中で増税しそうなこと言ってる人結構何人かいる。あのね、何人かいたら、その岸田さんなんかもいるんだけど、さすがに岸田さんもね、はい、選挙戦わなきゃいけないでしょ、はい、そうすると何言ってるかっていうと、はい、これから対策が必要ですと、はい、でちなみにその財源は国債ですって言った。あ、それで消費税は触りませんって、もうそういう形になっちゃった、はい、いや、あの岸田さんですよ、そういう噂でない。あの岸田さんですよ。いう噂でないんだよ。で、あのね、高市さんなんか、ね、結構ね、はい、プライマリーバランス、インフレ目標 2% まで無視しますって言ってるのが、はい、これはいいんだよね、はい。でもね、時々ね、出た本なんかで一回ちょっと書いてあったのが、はい、金融課税しますと。結構細かい話が書いてあって、はい、50万円以上は、税率を20か30に上げますなんて言って、はい、こんなの誰かが入れ込んだに決まってるわけ、こんな細かい政策は。あ、そうなんですか。うん、それでこんなの言ってるとダメだから、はい、私の予想ね、はい、こんな政策は、実は総理が言う話じゃないですよと。あ、そうなんですか。こんなちっちゃい話言わないよ、普通。へえ、うん。こんな、それ細かく書いて話なんだ。大きな話しか言わないんだよ。うん、だからそれはだからね、撤回した方がいいですよって言ったの。うん、多分撤回するよ。え、ご本人に言ったんですか。ご本人には言ったんじゃなくて、もうネットで言ったし、はい、それはあれでご本人見てるから。
撤回すると思うよ。あえて言ったのはその時にね、はい、こんな政策を持ってきたやつはね、はい、なんか回し物かもしれないから気をつけた方がいいですよって言ったあ、なるほど。だん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 そういうの撤回されていくと思うよ。だいたいこのね、50万円以上の話で、なんか税率を20か30に上げるって話は、せこすぎるんだけど、はいはい、これでマーケット反応してるんだもん。あ、そうなんですか。こんなんじゃダメだと言って。こんなの敵を増やすだけの政策だから。ほうほうほう。何かがね、なんか、食い込んだね、やつに引っかかってるかもしれないしね。ということも言ったけどね。じゃあ、こういう政策は、こういうのは、どん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 自民党の総裁選になると省かれていくはずです。あ、そういうもん。そう思うんだよ。それはそうでしょう。私なんかも言っちゃうしさ。そうすると、こういうの省かれていくでしょ。はい、そうすると、結構立派なのが出ちゃうんだよ。あと補正予算でそれ手当てしろって言われて、選挙でやっちゃったんだからしょうがねえだろうって言われたら、もうさすがの財務省も手も足も出ないからね。ただの総裁選じゃなくて選挙が近い総裁選だからっていうことですか。そうだよ。それで補正予算を先に作らないか。はあ、株式市場にとっていい話が出やすいから買いです。ああ、この手の話って菅さんが辞めた時にもう瞬時に分かる話。あ、そうですか。だからみんな反応してる。決まってるじゃない。まあ、あるネット番組で、はい、高橋さん、今からどうですかって、遅すぎるって言ったけど、もうダメです。遅すぎてます。基本的にはプラス方向だ。そうだ、だって、出てくる話って、マイナスの話で言ったら、私なんかも記事つけちゃうじゃない。そうすると、そういうのは、なんか出にくくなるじゃない。そうすると、プラスの話が出やすくなるじゃない。あとは、だから、新しい話でどんなプラスが出るかっていう方が、確率高いよね、うん。新しい話でマイナスが出てくるって確率よりかは、はい、新しい話でプラスが出るって方が高いんじゃないの、はい、でもちろんもちろん何が出るか分かんないから、その時に反応 しなきゃダメなんだけどね。はい、財務省とかは今こう悔しいよ。悔しい。まあ、あれだよ。菅さんのパターンにして、抑え込んで、補正予算を仕口にしたっていうのが一番良かったはずだよ。で、残念ながらそうならないから。もう新しい人出ちゃったら、はい、もういろんな景気いいこと言うに決まってるから。いくらこう岸田さんと言え、だって岸田さんですらさ、消費税をもうやりませんみたいに言っちゃうんだもん。それは財務省としてはガクってくるじゃない。でもしょうがないよこれは。だからこういうチャンスだから株価上がっちゃうね。そう考えると菅さん結構ベストな辞め方したって感じですか。おい、すごい今までの懸案を処理して、はあ、二階さんと差し違えて、はい、ベストな辞め方をしてるよね。今度もあれでね、ワクチンたくさん打ってるから、はあ、もうすごく楽だよね。ワクチンたくさん打ったためにね、1万2000人の命を救ったしね。だから本人も9月30日までのリリーフと心得てたからこういうことになってんじゃないの。あれ全然そういう、なんでしょう、自己顕示欲じゃないですけど。あ、つらないよ。ないでしょ、全くないでしょ、ね。だから、自己顕示欲もうちょっとあったら、派閥作ってやるから、ないんだよ。だから、その権力に溺れたなんとかって言うんだけど、そもそも私から見ると、権力にほとんど固執してなくて、ただ単に、官房長官の時に会い残した仕事っていうかね、それをやっただけだよ。自分の手柄にして喋りたい人が多いじゃないですか。ああ、あの人違うんだよ。言った方がいいんじゃないですかって言っても、いいやって言うんだ。そうだ、もうキャラだからどうしようもないじゃん。珍しい方ですよ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。